ポンテデーバは、スペイン、ガリシア州、オーレン世間の自治体。コマルカダテーラーでセラノーバに属す。ガリシア統計局によると、2010年の人口は661人。住民故障は、ポンテドブス、エサ、あるいは、男女同系のポンテディベンス。カスティーリア語表記はプエンテデバ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.09%。ポンテデーバは、 オーレンセ県の西部に位置し、コマルカダテイラーでセラノーバに属する。隣接する自治体は、北がコルテガーダ、東がゴメセンで、南が、キンテイラーでレーラードとパドレンダ、西がミーニョ川を隔てて、ポンテベドラ県のクレセンテである。自治体中心地区は、ポンテデーバ教区のアルデアデデーバ地区。ポンテデーバは、リバダビア四方管轄区に属する人口は29の、 集落に分散している。自治体市長は、ガリシア国民党のフアンカルロス・ゴンサーレス、カルバハーレス、自治体表議員は、ガリシア国民党、6、ガリシア社会党、1となっている。ポンテデーバは2つの教区によって構成されている。太とは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。